週刊新潮を脱北者が訴える北朝鮮の地獄っていうのを、はい、まあ、前川慶司さん元朝日新聞の映画、まあ、書いてますけど、はい、これ全然知らなかったんだ今ね、はい、脱北者が東京地裁で脱北者5名が北朝鮮政府を相手取った損害賠償請求が継続中であると。目下裁判所と原告の間で準備作業が行われており第一回期日は5月過ぎとなる見込みであると、はい、北朝鮮政府を相手取った訴え、そのまま起こる、起こせんだね。起こせるんでしょうけど意味ないですよね、うん、向こうが国交がないですし、うん、あのどうしようもないですよね、うん、この原告の一人川崎英子さんにはまあいろいろ話を聞いてるんですけどね、はい、川崎さんもその要するにあの帰国事業で向こうに一度帰った人なんですよね、はい、うん、北朝鮮政府訴えても結局賠償金取れないじゃないですか、うん、まあ取れないね、だからあの朝日新聞訴えた方がいいんじゃないですかねあの時煽りすぎたんだって、うん、はい、うん、日本から北に渡った在日韓国人、朝鮮人の帰国者と、うん、そうそう、その日本人の妻、まあそうですね、たちですよね、うん、その人たちが今度今脱北して、うん、あの日本に戻ってきてるということなんですよ ね、うん、うね、はい、この話は川崎さんには子供が5名、孫が7名いるが脱北して現在日本に在住している子1名および孫2名を除き全員が現在も北朝鮮に残っている。原告川崎は脱北以来約15年間一度も会えていないと。訴訟に名を連ねている斉藤弘子さんも脱北者なんですけど、昨年9月彼女の携帯電話が突然鳴った。娘さんが電話を待っている。出るや否や電話朝鮮語でそう伝えて切れた。声の主は中国東北部に住む脱北ブローカー。斉藤さんは急ぎ折り返し北朝鮮内にいる脱北ブローカーの携帯を鳴らした。北朝鮮製の携帯電話は国内通話しかできないが中国製の携帯は中朝国境地帯ならば日本ともつながる。それに目をつけブローカーたちは脱北者と北に残った家族の連絡を密かに請け負っている。それでお金を取ってるんだよね、はい、うん、で次女が電話に出てですね、50歳を過ぎて次女が電話に出てお母さんがお金をお願いとだけ言うと人が来たからと電話を切ったと。他の国において日本との電話が見つかるが大変なことになるのは目に見えている。数日後斉藤さんは中国人ブローカーのもとに娘に渡す20万円を振り込んだ。そのうち中国と北朝鮮のブローカーに 10% ずつ手数料を取られ残りの16万円が次女や孫たちの生活費になる、はい、うん、そういうことできるんだね一応ね、はい、北からの電話は年に1回ほどある。残した親族は斉藤さんからの送金で命をつないでいる、うん、そうでしょうね。斉藤さんは61年に第二朝鮮人の夫と共に北朝鮮に渡った、うん、いわゆる日本人妻だ。当時1歳の娘を持ち北朝鮮ではさらに2男3女に恵まれたが、もちろん北地上の楽園ではなく餓死者が100万人や200万人とも言われる90年代の食糧危機の中でメガネ工場の工場長だった夫が死ぬと一家の生活が急増する。三女は30歳になったかどうかの若さで餓死、長女も闇屋商売で警察に捕まり刑務所に送られて獄死した。何としても生き抜こう、闇屋商売にも行き止まり山の中で畑を作るなど自給自足の生活に入った。その時日本に出稼ぎに行かないかとブローカーに誘われ2001年に中朝国境の横を渡って脱北した。当時は日本で働いて家族に金を送りたい一心でしたと、うんうん、迷いますよね。家族と一緒にいるか、うん、でも自利品だから自分だけでも脱北して日本に行ってお金を送る、うん、ということですよね。その年の夏斉藤さんは日本の土を踏んだ。毎晩思い出すのは朝鮮の肉親のことだった。で斉藤さんはスーパーマーケットで働き年に2回ほどは中国に渡って川を越えてきた子どもたちに会い貯めた金を渡した。4年、再会に泣きじゃくる娘のそばで次男が母さんこの子を日本に連れて行け、俺たちは最後でいいと言った。そのまま四女は脱北したと。ブローカーが斉藤家の脱北を手助けする条件は斉藤さんの日本人としての身分をブローカーたちが好き勝手に使うことだ。ブローカーは日本で働きたい知り合いの中国人を斉藤さんの子供や孫と偽って次々に偽装入国させていった。そういうふうに使うんですね。そうですね。次第に斉藤さんの周囲では彼女の家族に疑惑の目が注がれ始め、彼女は日本の警察に全てを話し執行猶予付きだが有罪判決を受けた、うん、いずれ長男や次男たちも皆順番に脱北させる算段だったが、
金正恩体制になるや取り締まりがとても厳しくなり、脱北を引き受けるブローカーがいなくなりました。11年に次男、翌年に長男が脱北できないまま病死しました。年に1回次女から連絡があると、四女と一緒に工面した20万円を送っています。だけど斉藤さん自身も月10万円の生活保護で暮らす身だから、20万円は決して楽な金額ではない。送金のために、ね、うん、この死に目に遭えなかった母である自分が辛くなる。そうだね、ものすごい人生に。ああ、そうだよね。朝日新聞がさせてますよね。うん、完全に朝日のせいですよ、こんなの。呉俊岳さんっていう50代の人はね、呉さんは10年ほど前に一家4人で揃って脱北した。横領を往復するいかだの積みの中に4人が一緒にシートをかぶって隠れ中国に渡った。北朝鮮では大学で理系の技術を学んでいた。それを生かし中国を経て戻ってきた日本では専門学校の講師の職を得た。体制が違う日本でまともな仕事に就けない脱北者が多い中、恵まれたケースだが、脱北後呉さんは重荷を背負うことになった。北に残った姉が夫を失ったのだ。姉への送金が始まった。姉から知人の在日朝鮮人に手紙が届く。それを合図に毎年一度25万円を送金してきた。1万円は北朝鮮では約70万ウォン、闇市場で米1キロの値段はおよそ5000ウォン、1万円あれば140キロ買える。6人家族で米だけ食べて暮らせば消費量は月30キロ検討だから、他の食料生活必需品を買っても10万円で1年は暮らせる計算になる。姉はこれを頼りに生活を支えてきた。それがいまだに催促の手紙が届かない、うん、いくら心配でも日本から国際電話をかけると秘密警察の国家安全保衛部に私の存在を知られてしまいます。なので国際電話はかけられないのです。すごい人生ですよね、この人もね。この人たちもそうだよ。金善斗さん70代加盟は、帰国需要がピークだった60年代に両親と共にセーラー服姿で北朝鮮に渡った。例のこの前言ったあのニャンちゃんだよね、あれはあのキューポラのある町だよ、うん、同じ教科者と結婚、三男三女に恵まれた。90年代半ばに娘たちが次々に脱北、自分も娘が手配してくれた脱北ブローカーの手により日本に渡った。脱北した長女は北朝鮮で家庭を持っていた。すぐに二人の子供と夫と舅を脱北させようとした。ブローカーが家に迎えに行ったが、そこで舅がおじけづいた。今も長女の子供たちは北朝鮮に残ったまま、それが日本での日々を動かしいものにする。子供に会いたくても叶わない娘の境地を思うと何も口にできない。死んだ息子の家族を含めて全部で22人の肉親が北にいる。送金も大変だが、残した孫らのことを考えると心配で夜も眠られない。ガバッと起きて元気に過ごしていてくれと祈るだけ。私が日本で暮らしていることを罪に思うこともある、うん、都内の賑やかな喫茶店であった。うつむいたまま金正恩をテレビで見ると頭にくる。殺さなければと独り言を漏らした。いや、あの時に朝日新聞がちゃんとした情報を伝えていれば、まあっていう、まあ、それだけじゃないんだけど、まあそうですよね、はい、新聞がね、やっぱりその極重を煽ってましたからね、地上の楽園といってね、はい、それの罪は重いよね。でそのことをちゃんとやっぱりその反省しないもんね。そうですね、もう謝罪すべきですよね、まあしたら損害賠償されるかもしれないですけどね、あれを信じて。当時ね、インターネットなんてないから、まあね、あの報道が正しいとしか思えないって思ってみんな行ったわけですから。でもあの船に乗ってもチョンジンっていう向こうの港に着いたら、もう着いた途端に分かったっていうからね、まあ貧乏だってね、雰囲気とかね、はい、なんかね、はい、自由じゃない、楽園じゃない、そこに自分たちが持ってったもの全部取り上げられちゃってね、はい、そうそうそう、大変な思いをして。そうですね、もう脱北できた人、はい、まだいいと言っちゃなんだけどね、あれですけど、家族が残ってるから ね、国境でその子供たちと会った時に、うん、なぜ一緒にまた、ね、お前たちもすぐ脱北しようってできなかったのかなっていうのは、そう、なんかちょっと気の毒ですね、うん、やっぱり北朝鮮生まれの許さんは母に後押しされ女子大生時代に脱北、凍りついた横領港を渡り中国東北部のブローカーの隠れ家に着いた。するといきなり母から電話がかかってきた。こわばった声で帰ってきなさいと繰り返すだけでした。そばに誰かがいる気配がしました。自分の脱北が国家安全保衛部にバレ、母が捕まったと直感した。電話の後は戻るかどうか迷い続ける日々だった。北に戻らなければ両親がもっとひどい目に遭うのではと苦しんだ。ちょうどその時に日本の領事館に保護されました。そうでなければ私はどうなっていたか分かりません、うん、帰ってたかもな、はい、うん、でその後にですね、彼の頼りで両親が政治犯強制収容所に連れて行かれたと耳にした、う
思い切って実家に電話をした。出たのは赤の他人だった。黙って電話を切った。今朝の両親はやっぱり帰国者なんだよね、うん、父の家は日本でとても貧しい暮らしでした。中学生だった父は一家が帰国を決めた時は北朝鮮に行けば高校にも行けると飛び上がるほど喜んだそうです。まあ大分ですが訴えを起こしたっていうことをもう新聞では報じられたかな。これ僕は目にしなかったけど多分ないんじゃないですか、ね、報じられてませんよね、うん、こういうこともっときちんと報じてほしいよな、うん。